しくお願いいたします。新垣結衣さん、加穂さん、そして瀬田夏樹監督です。改めまして盛大な拍手をお送りください。よろしくお願いいたします。では早速ですが、皆様より一言ずつご挨拶いただきたいと思います。両親を突然亡くした巧み朝を勢いで引き取る人見知りの小説家高台真希を演じられた新垣結衣さん、お願いいたします。はい、高台真希を演じました新垣結衣です。今日はイベントなので、いつもの舞台挨拶とは違ってすごく近いですね。もう本当にいつも以上に皆さんの表情がしっかり見えて嬉しいですし、あと私の顔も見えてんだなと思うとちょっと恥ずかしいんですけど、でも今日は楽しんでいってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて牧雄の良き理解者で2人の暮らしを見守る友人、大吾奈々を演じられました加穂さん、お願いいたします。はい、皆さんこんばんは、加穂です。そうですね、皆さんまさに今ご覧になられた後ということで、いろいろね、作品の話をできたらなと思ってますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に本作のメガホンを取られました瀬田夏樹監督、お願いします。瀬田です。今日はありがとうございます。作品を見終わった後のなんか皆さんの顔がなんかちょっと穏やかな気がして、すごいちょっとホッとしています。本当この3人で話せることないので、すごくドキドキしつつ楽しみです。今日はよろしくお願いします。さあ、原作の感想も心が救われる、何度も読み返したくなる、人生の本棚に入ったとファンの心をつかむものでした。私も原作大好きで、とても言葉を大切にしている原作だなという印象があって、私、ずっと言葉を生業にしているものですから、そういった意味でもすごく大切な作品、私の中でもなんですけれども、新垣さん、加穂さんは初めてこの映画完成されたものをご覧になってどんな感想をお持ちになりましたか？私も出演決まる前から読ませていただいてて、原作をとても好きでファンだったので、もう完成したものを見た時はなかなかこう客観的に見れなくて、いつも割とこう自分の出演作品って1回目は自分の反省点みたいなのをすごく見てしまうので、なかなか客観的にはなれなかったんですけど、でもそれでも初見から今回の作品は、監督ドキドキしますよね、そばで聞いててね。いや、でもなんか見終わった後お話した時すごいなんか爽やかっていうか、そう、すごいなんか笑顔だったんで、はい、現れたような気持ちになったというか、すごくシーンごとの空気感がすごく伝わってくるなと思っていて、なんだろうな、こう夏のこう湿気混じったこう緑の匂いとか土の匂いとか、こう体育館のこう冷える感じとか、あと牧雄ちゃんの部屋の匂いとか、そういうのがすごく伝わってくる作品だなと思って、なんかそれによってこう物語に引き込まれるというか、連れて行ってもらうような気持ちになれて、すごくいいなって思えて、あとはもう朝ちゃんの歌唱シーンにもう本当に心洗われて、なんかこう晴れたような気持ちで、ね、試写室を出て監督と笑顔を交わした記憶があります。ね、先ほど皆さんの表情もとっても穏やかでっていうことをおっしゃってました、はい、本当にそういう心が洗われるとか爽やかな気持ちになれる映画だなと私も拝見して思ったんですけど、加穂さんいかがでしたか？そうですね、いやもう本当に
こうキュッてなるシーンがたくさんあって、で私もそのもともと原作がずっと好きで、私にとってもすごく大切な作品なんですけど、はい、その異国日記の世界観とその瀬田さんの世界観が合わさった時にどんな映画になるんだろうっていうのは、あのお話をいただいた時からとても楽しみだったんですね。でなんか実際にその出来上がった作品を見て、まあ、先ほどねゆいちゃんもおっしゃってたけど、なんかその原作の中で流れる空気感みたいなのが、その全く同じっていうわけじゃないんですけど、その映画の中でのその異国日記として、うん、なんかその流れてる空気感をすごく感じて、その原作の中で流れてる空気感と映画の中で流れてる空気感がすごく共通するものがあるなって、なんかそれだけでなんか原作ファンとしてはとても嬉しかったんですけど見ていて、あとはそうですね、個人的に私その瀬田さんが撮る、なんだろう、真京ちゃんの言葉で言うとこう柔らかな年頃というんですか、あのまだ本当にこう感性がみずみずしい年頃の女の子、瀬田さんが撮るそういう女の子がすごく好きで、なんか今回もそれはなんかあの炸裂してたなと思いました。はい、はい、2人が引き出してくれたっていうのが私の中で、でも本当におっしゃる通りで、やっぱり異国日記のこの原作のテーマでもあると思うんですけれども、こう物事って見る人によってと考え方もそれぞれ違ってみたいなところがあると思って、この映画もあ瀬田監督がメガホンを取るとこういう異国日記が出来上がるんだっていう、そのもう一回原作また読みたくなるなみたいな、そういう映画になってるなっていうふうに私も感じました。さあそして荒垣さんとカホさん、この作品がお芝居では初めての共演というふうに伺ったんですけど、あのお芝居をされるにあたってこう2人で打ち合わせみたいなことってされたんですか？打ち合わせはしてないね、うん、してなくて、10代の時に、はい、あのお芝居とはまたちょっと違うんですけど、うん、お仕事はご一緒してて、でそこからもう何年、10年以上10代の時だから、うん、10年以上あの共演することはなかったんですけど、はい、でもなんかずっと前から昔から知ってる人っていう意識があって、うん、だから本読みの時に、うん、まあ、今回初顔合わせになったんですけど、もうその時からわーみたいな、ね、久しぶりみたいな感じだと、もう距離がもうないみたいな感じだったので、うん、でもカブちゃんが大吾を演じるっていうのを聞いた時にも、なんかすごくキャラクター的にもぴったりだなと思ったのもありますし、そのやっぱシーン的にはそんなにね、うん、原作ほどは多くないけれども、うん、一緒のシーンって、うん、でもなんかその2人の大吾と牧雄のこう歴史というか、一緒に過ごしてきた時間みたいなのをなんか表現するときにすごく安心感があるなっていうのを感じてて、それをなんか一緒にインタビュー受けてる時にもかおちゃんも言ってくれてて、なんか不思議な感覚でした、うんうん、そうまさに同じことをすごく思っていて、その同じこと言っちゃうなごめん先に言っちゃった、なんかそうあの原作ほどやっぱり映画の中ではこの2人の関係が描かれてないので、うん、なんかこの二人の空気感っていうのを短い時間の中でスクリーンの中でどうやって表現できるのかなっていうのは、その本読みの前リハーサルの前にすごくいろいろ考えていて、でも実際にゆいちゃんに会ったら、なんか本当になんだろう、すごく久しぶりに会ったはずなのにその時間を感じなくて、すっとなんかこう友達同士になれた気がして、あ、だから特別何か
こちらからアプローチして関係性を作るとか、うん、なんか話し合ってとか、うん、そういうことをしなくても、うん、あ、これは大丈夫だってその撮影入る前のに思えたので、でも根拠はないんですけど、うん、お話しいただいた時からあの主演が村垣結衣さんって聞いて、あ、なんか大丈夫なんじゃないかなってすごく思って、不思議なんだよね。そうなんですよ、うん、なんかなんだろう、本当にずっと知ってる人っていう感じがしたんですよ。で、なんかね、特別こう、うん、その10代の頃から、うん、10代の時に仕事してその後、うん、なんだろう、挨拶程度で会うことはすれ違ったりとかはあったけど、ね、その後ね、うん、特別何かこうなんだろう、お仕事ご一緒したりとか、うん、いろいろ話したりとか、そういうことなかったんですけど、うん、なんだろう、ずっと見てきてるからかな、なんか、なんかでもなんかやっぱちょっとその感覚って自分だけかもしれないって思うじゃないですか、はい、私はなんかすごく親近感を持ってるけど、はいはい、相手はそう感じてないかもしれないって、うんうんうん、ほんのちょっと思ったんですけど、うん、でも本当に顔合わせたらわーってすぐなれたから、うん、なんかあ、やっぱりみたいな気持ちがあって、なんか撮影入ってからも、はい、あの大吾として、あの撮影の合間も大吾として、あの現場の空気をすごい動かしてくれて、華やかにしてくれてっていうのもあるし、だから牧雄が本当に大吾にこうなんだろう、節目節目ですごく助けてもらってるんですけど、私自身もカホちゃんの存在にすごく助けられながら過ごしてました。こう一緒のシーンっていうとこ、朝と一緒に歌うシーンっていうのもとっても印象的だったんですけれども、うん、そこもお二人のそういう空気感から生み出されたシーンでしたか？そうかな、かなあそこね、あそこで本読みの時にねリハーサルしてるんですよね。そうですね、しっかり、まあ、長いシーンっていうのもありますし、はい、多分ずっと動いてるシーンでもあるので、はい、もう本読みの時にもう少しだけリハーサルした中にあのシーンあって、はい、で、うん、だから結構大事なシーン。そうですね、なんか公演でいきなり人が歌うって、うん、結構、まあ、脚本で書いてすごい好きだけど、うん、これ成立、その大丈夫、どうなるんだろう、ちょっと恥ずかしかったりするのかなって思ったら、うんうん、なんかその一回本読みやったスタジオみたいなだだっ広いところだったんですけど、うんうん、あ、全然大丈夫っていう感じな、うんうん、あ、もっと聞いてたいみたいな感じになったんで、なんかその時に2人の関係もさっきおっしゃったみたいに全然あの 10年か20年来ぐらいの友達っていうのも、うん、全然パッと見て感じられるというかできていたので、なんかすごい安心感が、うんうん、ありました。あそこも朝と牧雄だけでは多分あんな空気にはならないんですよね、うん、大吾がいてくれることで多分ああいうシーンになるし、ああいう空気になるし、うん、その朝ちゃんが歌うことをこうちょっと恥ずかしいって思っているシーンじゃないですか、うん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 、その背中を押すために、うん、こう牧雄が歌い出したりするんですけど、うん、そのこう後押しをしてくれたり、なんかねリハーサルというかを重ねているうちにこう、うん、朝にこう愛の手を朝を打って、うふふと言わせ歌わせるみたいな、本当に嫌がってて本当に平瀬さんも映ってると思うんですけど、ちょっと歌うのみたいな感じだったの、二人がなんかこうやったら本当今映ってる感じ の, あの表情とかと二人 の, こうあの 歌わせるじゃないですけど、そういう関係みたいなのがパッとなんか コンビ感っていうか、その友情みたいなのが一瞬で映ってて、すごいなんか編集しててもついニヤニヤしちゃうもうちょっと聞きたいみたいな感じになりました。いいシーンでした。なんか妖怪の動きとかすごい ありましたね。そうだ、監督に妖怪の動きってどうやってやりますっていう相談をして、あ、こういう感じこういう感じってやりながらやってましたね。その見てる
マキオの表情がめちゃ好きなんですけど、皆さんまた見る機会があったらぜひ。本当にテイクごとに違ってて、いや本当ちょっとまさしになんかいいやり取りだなって思いながらこう朗らかな気持ちですすごい見てたので、こうやってなんかすごい朗らかなシーンだったよね。なんか天気もすごく良くて、うん、光がすごく綺麗で、うん、西日がそうそうそう、なんかすごく思い出に残ってますね私も。ありがとうございます。はい、それぞれの役柄についても伺っていきたいんですけれども、お二人とも原作のファンだったということで、まず新垣さん、はい、高台真紀夫っていうのは小説家であって、とてもフェアで、スタンスがとてもフェア で、うん、で言葉は率直なんだけれども、でも優しさもあるみたいな、うん、朝を引き取るシーンなんかもとっても印象的でしたけれども、そういった役柄をご自身の中でどういうふうに受け止めて、どういうふうに演じられたかみたいなところを教えてください。そうですね、うん、まさにフェア、そうですね、そういう人だと思いますし、自分に対しても誰かに対しても正直な人だなと思います。だからこう伝える言葉も、もちろん牧雄なりにこう大事に言葉を選んで伝えているとは思うんですけど、うん、なんかそこに嘘がない、うん、からこそこう初めて牧雄のような大人に出会った朝ちゃんは最初はこうちょっと寂しい思いをしたりとかもするんですけど、でもやっぱり彼女なりのこう相手を尊重するやり方、尊重する距離感がそれであって、うん、でその自分にも人にも正直っていうのは嘘がないっていうのは、なんかこう表情とかにも出てるなって感じていて、うん、その原作の牧雄ちゃんの表情ってこう、なんだろう、こうキリッとした強い表情が印象的だったりもするんですけど、でもそれこそ大吾といる時とか、まあ、笠町くんといる時とか、まあ、全然朝ちゃんといる時も、こう誰といる時も実はこう表情豊かですよね。こうすごく自然に笑うし、こうふざけるし、戸惑うし、でそれはなんかこう無理にこう笑顔を作ったりとか愛想笑いとかそういうことをしないという人なのかなと思って、そういうところがなんかそう自分にも正直な人だなと思うし、その対面している相手にも正直な人だなと思って、なんかそういうところを大事にしつつ、でもなんかこうそれぞれ誰かといる時の表情っていうのはこういろんな顔を見せて出たらいいねっていうのは監督とも最初にお話ししてたところでした。ありがとうございます。で若穂さん、大吾は明るく社交的なイメージなんですけれども、少し離れたところから牧雄と朝を見守っているような役柄だと思います。若穂さんはこういう大吾の性格ですとか二人の友情関係、どのように感じられましたか？そうですね、原作を読んでた時からその、まあ、大吾と牧雄ちゃんの関係ってすごく素敵だなって思っていて、それこそなんか嘘がない関係だなっていう風に思って、なんか決してなんだろう、近すぎないというかべったりしてるわけじゃないけど、でもちゃんとお互いのことを必要としてて理解しててっていう、なんかでも会うと10代の頃のノリに戻るというか、なんかちょっとそういうのもあって、あーなんかこの二人の関係ってすごく素敵だなっていう風に思っていて、でちょっとさっきの話に戻っちゃうんですけどなんかその二人の関係性っていうのを、まあ、どういう風に演じていこうかっていうのは、まあ、ずっと考えてて、でも本当にゆいちゃんと今回ご一緒できて、なんかとにかく本当にでも撮影が楽しくて、なんかゆいちゃんに会うのを楽しみに現場に行ってたみたいな感じだったんですけど、なんか撮影日数はすごく少なかったんですけど、私はでもなんかとっても私にとってもすごくなんか大切にしたいと思えるような、なんかそんな思い出のある現場だったなっていうふうに、はい、思います。ありがとうございます。はい、
そして今回この映画を作るにあたって新垣さんと監督でこうディスカッションみたいなこともたくさん行われたって伺ったんですけど、監督覚えてらっしゃいますか？覚えてますか？あ、何か出てきました。台本をね、はい、いやすごく、うん、結構かなりディスカッションというのか相談というか、うん、いろいろ、まあ、さっき新垣さんがその牧雄の性格っていうのを分析というか、あのお話しされてたんですけど、うん、まあ、本当新垣さんそのままみたいな、やっぱ正直で誠実で嘘がないというか、ありがとうございます。まあ、台本に対してもやっぱりそういう風になんか考えて、まあ、私に対してもちょっとあれですけど、すごくあの疑問というかそういうところをすごくぶつけるというか相談してくださって、で、はい、はい、大丈夫、何か持ちますか、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。でもその相談したところ、はい、でもここって思ったんですけど、もしかしたら足湯のところの方が、あのかけがえのない存在ってあると思うよって、はい、あの、うんうん、朝に、あの牧雄が足湯してるところで言う、ちょっと覚えてらっしゃるか、替えが効かないみんな出てくださいあ、すごいこんなにあるんですけれど、あのそのかけがえのない存在であるって思うよっていうセリフを最初入れてなかったんですよ。あの、うん、ちょっと原作の中にもあるんですけど、うん、そこはあの大吾とあの牧雄の関係と重ねて描いて、うん、書かれてるんですけど、うん、そのシーンまだちょっと大吾があの映画の中では出てきていないので、うん、ちょっとそのあの分かりにくいかなと思って抜いてたんですけれど、うん、あのまあ、牧雄じゃなくて新垣さんがあのそれはでもあった方があのもう広く伝わるというか、まあ、このあと大吾が出てくるっていうのもあるんで、うん、そこにも見てる方が、まあ、重ねて見てくださるんじゃないかっていうことで、なんか追加したセリフだったりとか、うん、なんかこれは 一例で、うんうん、そういうのが結構たくさん散りばめられてます。なるほど、結構話しました、現場の結構話しましたし、はい、っていうか話を聞いてくださる方で、うん、なんかでも今回はなんかね、原作がやっぱ何巻もこうストーリーとしてこうあるわけじゃないですか、すでにそれをやっぱり映画の尺に収めるのってやっぱりすごく難しい、大変な作業で、そことの戦いで、でもやっぱりそのさっきもおっしゃった青木さんがおっしゃってたみたいに、その言葉を大事にしている作品だなって思っていたので、本当そことの戦いですよね。でもだから どれぐらいこう、いな、なんだろう、こうどれぐらいこうピックアップできるのかとか、ね、言葉、うん、なんかそういう戦いでした。はい、いや、もう本当に言葉と声で言うセリフっていうのの、うん、本当にそこを新垣さんと、うん、あの相談して相談しましたっていう、うん、でも本当に相談に乗ってくれるじゃないですけどなんかいやいや現場でもいろいろ話してきて、すごく私の中では安心感っていうか、うん、もう後半になったら牧雄さんじゃ、また新垣さんどう思いますかっていうあの結構、あ、新垣さん、まあ、牧雄演じる新垣さんが言うならそっちが安心っていう感じが結構ありました。いやいや、でもその私も相談した時のやっぱりこう、はい、レスポンスが早くて、うん、そこをすごく頼りにしてましたし、そのまず話を聞いてくれる、私のこう不安とか疑問点とかっていうのを聞いてくれるっていうことも本当にありがたかったですし、それに対するこう確かなレスポンスをいただいてやっぱり心強かったですし、なんかこう嬉しかったのは、その私がこう疑問に思ってていた点とか、こうそういう部分をなんか瀬田さんも同じ感覚でいたらしくて、もっとここをこうブラッシュアップしていきたいっていう思いがあった箇所がこうお互いになんかこう一致していたらしくて、なんかそれはなんかこう
分かち合えた気がしてすごく嬉しかったですし、なんかここまでさせて、ここまで話を聞いてもらっていいのかなって思いながらも、でもなんかこうおかげで作品にすごく向き合う、ちゃんとこう正面から向き合うことができたなと思っています。ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございました。ありがとうございます。で今の言葉っていうワードが出ましたけれども、いろんな印象的なセリフが多い映画だなというふうに感じるんですけど、好きなセリフっていうのがありましたら、新垣さん、加穂さんお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。新垣さんからお願いします。いっぱいありますよね。難しいですよね。なんかあります？ここみたいなのあります？挙手制ですか？ないね、急に言われてもですよね。そうだな、でもやっぱ印象的だったし、なんか私自身もそのそれをこう大事にしていきたいなと思ったのは、まあ、この異国日記というタイトルにもつながる部分なんですけど、まあ、私はあなたの気持ちを理解できないし、あなたも私の気持ちを理解できない、それは私たちが違う人間だからっていうシーンがあるんですけど、あったんですけど、そこはなんかそれを前提として、でもマキオちゃんはだから一緒にいれないのではなくて、原作の中ではその続きがあって、だから歩み寄ろうって言うんですね、マキオちゃんが。そこがその気持ちをなんかすごく大事にしたいなと私自身も思うので、それは印象的なセリフです。ありがとうございます。川さんどうですか？はい、難しいですね。決められないですけど、でも映画を見ていて、それこそ最初のあのお葬式の後のシーン、私はあなたの心を踏みにじらないって言って、うん、で、ウスは、たらいはウスの中に水を入れ、水と書いて下に皿とか、はい、なんか最初にその原作読んだ時にやっぱすごくあのシーンが印象的で、実際に完成した映画を見た時にわーってなんかちょっと感動したんですよね。あーこれこれと思って、なんかすごいもうずっとあの原作好きで読んでたからこそ、なんか動いてるマキオちゃんだでもなんかすごい思って、なんかすごく印象的で、まあ、言葉とはまたちょっと違っちゃうかもしれないですけど、うん、印象的でした。ありがとうございます。はい、たくさんお話を伺って、まだまだ伺いたいんですけれども、お時間の関係でここでトークはおしまいということなんですけど、最後に新垣さんからどうぞ皆さんにメッセージをお願いします。見ていただいてありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか？ ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあのこの映画で伝えたいメッセージっていうのは本当にたくさんあるんですけれども、なんかそうですね、タイトル異国日記で、そのそれってなんかね、こう物語の中でみんなそれぞれがこうそれぞれの境遇で抱えているものがあって、でみんな違う人間で、違う人間だけれども一緒にいることで、まあ、もちろんこうトラウマに触れてこうヒリッとするような瞬間もあるかもしれないけど、一緒にいることで優しい時間を過ごすことができるっていうのがなんかすごく救われるなというふうに感じていて、なんかね、いいですよね。なんかそういう優しい物語だなと思っていて、それはすごく原作を読んでても感じていたことなんですけど、その感じ、その空気が映画の中にも
こう表現できたかな、映画の中にも感じてもらえるかなっていうふうに思うので、あの今とても嬉しいです。それをまた皆さんに見ていただけるということが本当に嬉しいです。あの公開はもうちょっとなんですけど、もしよかったらまたその時にも公開されてからも見ていただけたらなと思いますし、誰か、ね、誘っていただいたりとか、まあ、もし興味があれば進めていただいたりとか、ね、してもらえると、それでなんか優しい気持ちになってもらえると嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。